コースではプレイヤーがキャディーやパートナーからアドバイスを受けることができます。しかしプレイヤーは一人でストロークしなければなりません。2019年新規則ではプレイヤーがスタンスを取り始めた後にキャディーをプレーの線の後方に立たせることを禁止しています。